聖母マリア、どうもハイブルーです。いつも話題にいらして可愛い先輩の話なんですけれど、ついにね、本日ね、可愛い先輩とのね、メッセージ DM 公開しちゃいたいと思います。宝くじで1億円当たり、ハワイの豪邸に住めて超有名人になれる、おわもう1回先輩とご飯行けるという2択だったら後者を選ぶくらい先輩が好きですって送ったんですよ。そしてね、なんて返ってくるかなと思ったら、そんなにかだけでした。なんでなんでもうなんで、え、嫌われてる、え、なんかもうメッセージ送れること迷惑がられてるよね、この内容的に。ここまで送ってそんなにか藁で返される人おる、逆に。って言ってもね、僕ね、絶対この〇〇先輩との恋愛は諦めないので、YouTube 今後も頑張っていきたいかなと思います。それでは本編、スナップシュー。アミちゃんちってほんと綺麗だよね。これとかかっこいいよね。あんた何触れてんの、私の宝物にさ。今すぐその指紋拭き取って、うちのホビタンをあんたの指紋で汚さないでくれる。今すぐその指紋。アミー、ちょっと来なさい。どうした？あんた宛ての郵便届いてるよ。またグッズ買ったでしょ。あんだけお金は大切に使いなさいって言ったでしょ。またグッズ買ったでしょ。鉄道しか勝たんわ。あんたまた BTS 見てんの？BTS どれだけ応援したところで本人たちには届かないからやめなよ。地下アイドルをしてた方がいいよ、うちみたいに。いや、この種がやばいわ。やっぱ服緑似合うね、これ、なんやかんやね。この時砂糖だよね、したら。また BTS、なんやかんやね。こちらは2015年の画像で、こちらが2017年、そしてこちらが2020年と、こちらが2021年です。こちらの画像からもわかるように、彼らは人間ではなく、年を取ることを忘れた未確認生物であることがわかります。未確認生物であること。やっぱジョングガのここのシーンたまんないわ。おい、アミ、俺の目の前でもう推しの話しないって決めたよな。なんでまたするんだよ。もう別れよ。彼氏よりそのジョングクってやつの方が好きなんだろうな。彼氏よりそのジョングクってやつの方。尊いんだが、無理。え、無理。え、もう本当にこの子無理。え、無理なんですけど、普通にこの子無理なんですけど、え、待って、え、待ってって言ってんじゃん。え、なんで尊い。待って、え、待ってって言ってんじゃん。お母さん、ティッシュ持ってきて。努力してきた姿が実ってよかったね。いや、足が黒髪多いけど金髪の方似合う気するな。でも BTS っていつも画面の中で見てるからさ、本当にいるのかな。3年前のね、うち静岡公園行ったんだけどね、この目に焼き付けました。BTS この世に存在してました。いるの？え、この世にいるの BTS？ え、この世にいるの BTS？ 主人公の桃太郎が BTS で例えるとテテってことか。だから犬がジョングクってことか。で、きびだんごがホビタンってわけか。へ、あ、なるほど。あ、例えると分かりやすい、ね。ちょっと静かにしよう。で、鬼ヶ島っていうのが、これ JYP エンターテイメントか。うん、そういうことね。犬がジョングクってこと。はーい、てな感じでね、やってきたんですけど、5月6月って体育祭シーズンじゃないですか。で、高2高3の時僕、ラッパーとして活動していたり、TikToker として活動していて、まあ自分でその当時超イキってたので、いや、まあこの学校で人気者かな、みたいな。体育祭みたいなイベントの時には女子いっぱい写真撮りに来てくださいって言うだろうなって思ってたんですよ。そしてね、実際にね、写真撮ってくださいって言ってきた女の子の数が0人でした。もう笑えないですよね、なんかもう。まあね、これからも真摯にね、一人で YouTube と向き合っていきたいかなって思います。まあコンビ組んでくれる方、僕を好いてくれる方、ぜひ質問お待ちしております。次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイビー。